はいどうも、ファイナンシャルプランナーの井上陽介です。今日はですね、よく長期投資20年したらっていうお話をしているんですけれども、多くの方がですね勘違いしているんだろうなと思っているのは、20年投資したらまるで 5%6% ずつお金が増えていくと思い込んでいるんだと思うんですが、先にですね、結論を言ってしまうとですね、20年投資してもですね、時期を見てしまったらかなり低い 2% 以下のリターンの年もあったら、一方で 13% ぐらいのリターンもあったりっていう形で、かなりばらつきが多かったりするっていうのが実際のデータであるので、今日はそれをお話ししてですね、じゃあその運の要素っていうところをどうやれば潰せるのかっていうところもお話ししていきたいと思います。では時間がない方もおられると思うので、まずは動画のポイントを解説していきます。まずポイントの一つ目ですが、株式のリターンなどでよく使われる積み立てシミュレーションとかで、リターン何パーセントにしますかとかっていう時に、僕は 5-6% ぐらい使っとくといいですよ、低く見積もっとくといいですよとお話ししたりとかですね、過去の動画では株式の実質のトータルリターン、インフレを差し引いた後のリターンですね、 7% いかないぐらいだというお話をしているので、この 7% っていうところはですね、参考にされている方も多いと思うんですけれども、これ事実として見ればですね、これあくまでも長期の平均であって、20年っていう区間で見たらかなりまだまだばらつきが残るというところがあるので、今日はデータを使いながらそのお話をしたいと思います。で、先に結論を言うと、ポイント2にも書いてある通り、区間で見たらですね、20年投資しても年率 4% 以下になる確率っていうのは 50% ぐらいある。これデータの取り方だと思うんですけど、かなり2分の1の確率でリターンが低いということですね。これは事実です。なので、僕はよく言うんですけど、ポイント3番目に書いてある通り、インデックス投資っていうのは、タイミング投資もしないし、ただガチホする。つまり、運命に、マーケットに委ねるということですね。FRB が利上げしまくる時代だったら、もしかしたらリターンは低いし、利下げしまくってくれる時代だったらリターン高いしっていう、そのあたり僕らがどうしようもないところなので、ただ運命に全てを委ねている。だから結果 1% のリターンになったとしても、そういう時代に生きた僕らが得られる対価ということなので、かなり運命に委ねているところがあるんですね。で、なかなかそう言ってもですね、いや、そんなんはやりたくないっていうふうに思われる方も多いと思うので、最後ポイントに書いてある通り、そういう運の要素をさらに低くするんであれば、30年間ぐらいは投資するっていうふうに期間を伸ばすとですね、かなりばらつきは収まってきて、およそ 7% 前後のリターンになっていく。それぐらいが見込めるかなと思っているので、期間を伸ばせば伸ばすほど株の期待値に近づいていくという意味で、30年を一つ目安にされるといいと思います。では早速お話をしていきたいと思いますが、投資時期によってリターンというのはめちゃくちゃ変わります。これは20年投資したっていうところで見てもかなり差があるんですね。これ実際に、これジャストキープバインに載っている図をですね、ベースに僕が作ったものですけれども、S&P に投資した場合にですね、これ20年単位で見た S&P500 の実質の年率の、トータルリターンですね。つまり、配当も当然入っていますし、インフレっていうところも差し引いた、純粋に何パーずつお金が増えたか、使えるお金が増えたかっていうその数値ですね。っていうところを見たときに、これ20年おきでかなりばらつきがあるんですね。例えば1900年に投資をスタートした人は、この20年間投資をしてもですね、年率 2.7% ぐらいのリターンしか得られなかったということです。一方、1920年に投資をした人は、20年間で 9.1% ずつお金が増えたということですね。で、その次の区間で見ても 9.8% だった。ですが、1960年からスタートした人は年率 1.9% ずつしか増えなかったと。で、その次は 13% で、2000年代、リーマンと IT バブルがあったので、この20年でも 3.9% ずつしかお金が増えなかったということですね。で、考えるとこれ6個のシナリオがこう存在するわけですけれども、2分の1の確率で 3.9% 以下になってるわけですね。一方で、大当たりの年に投資してる人っていうのは、長期の平均の 7% よりもはるかに高いリターンを手にしてるということになるので、僕がよくお話しするですね、20年間投資した方がいいですよっていうところのお話っていうのは、あくまでもこの長期投資してもマイナスで終わってしまう確率を除去するためには、20年ぐらいの投資期間見た方がいいですよというお話なわけですね。なので20年投資したら、必ずしも 7%、8% とか 10% のペースでお金が増えていくわけではないということなんです。それがこの図を見るとかなりわかるんじゃないかなと思います。なので、負けない確率を高めるために20年間ぐらいは投資した方がいいしというところなので、最低ラインなんですね。つまり、S&P500 って最強だと言われているけれども、僕らはですね、
同じ指数に同じ期間20年間投資したとしても、ただ自分が生まれた時期によってですね、自分が手にできるリターンっていうのは決まってるわけですから、まあある種運命みたいなところがあるわけですね。なので運ゲーなんです。ただ勘違いしてはいけないのは、じゃあ投資しない方がいいのかっていうことを言いたいわけではないんですね。実際に1960年から1979年っていうのは、1960年代後半ぐらいからは高インフレの時代ですよね。で、現金で持っていたら 7% ずつぐらい、アメリカのこの時期に生きている人はですね、お金が減っていったわけですね。で、考えると実質リターンとしては増やせなかったけれども、インフレ以上にはお金が増えてるっていうことなので、ある程度お金の価値は守れたわけですね。それがこの時代の人たちが得られたリスクに応じたプレミアムというかリターンなわけですね。当然1970年代は金とか不動産の方がリターンは高かったわけですが、だからといって株がダメだったわけじゃない。ただ思ってるよりリタイアは遅れるよねということですね。ここは現実データとして出てるところなので、しっかり認識しておくべき、まあ要はリスクですよね。 7% で増えると思っていたら 4% ずつしか増えなかったっていうことは、リタイアが遅れるかもしれないしとかっていうリスクがあるわけですね。ただ投資期間を伸ばすとかなり 7% に近づくというところがあって、今度はですね、30年単位で見たらどうかというところで、1900年から30年間29年まで投資できていたら年率 7% ずつぐらい増えた。次の区間で見ても 7.1% だった。で、1960年代から始めた人はちょっと厳しいけれども、それでも 5% のリターンがあった。1990年から始めた人は 7.4% あったということなので、30年見ればですね、かなりばらつきっていうのは抑えられるっていうところを考えると、30年間ぐらい投資できる方にとっては、大リターン 5、6% 見ておけば、おおよそ外れないのかなと個人的には思っているところがあるので、運の要素をかなり少なくしたかったら、やっぱり投資期間を伸ばすというところですね。だからこそ増やすフェーズだけ投資するんじゃなくて、受け取りのフェーズでも運用しながら取り崩していくっていうことをすると、リターンのばらつきっていうのが平均に近づいていくところがあるので、どの年代の方でもやはりできる限り長く運用するっていうところは、インデックス投資においてはかなり重要な要素っていうのがこれでわかると思います。ちなみに10年単位で見たらかなりばらつきがでかいですね。なので僕は10年後の教育資金とかを投資で用意するのはあんま進めないっていうのは、投資という手段でギャンブルとは違うといえど、運にベットしているという意味ではある種ギャンブル要素があると思っているから、あんまお勧めしないんですね。それだったら最近多めのファンドを入れて、ちょっとリターンのばらつきを抑えるとかですね。もしくは確実に用意しておいて、一部だけ、例えば株買いたい人は買ったらいい。で、それ足りなかったら自分が教育ローン借りるだけっていうお話なので、全額投資っていうのは基本お勧めしないよっていうのは、こういうデータを見ているとですね、運の要素が強いな、どの時代に僕らが生きたかっていうことだったりするので、投資期間が短くなればなるほど、やっぱりばらつきがでかいっていうのは変わらずですね、データが教えてくれるところなので、しっかりここはファクトとして知っておくべきかなと思ったのでお話ししました。はい、ということで、まあ、20年投資してもそんなにお金増えなかったっていうことはですね、あんま聞きたくない情報だと思うんですね。で、実際にやっぱり20年間投資って言った時に、いやでも15年でもとかって言われるケースもあったりするんですね。で、それどこのデータ持ってくるかによって、それは場合によって15年でプラスになる可能性もあるかもしれないけどっていう、僕らはだからこのままでいったらリタイアこれぐらいできるかなと、これぐらいのお金が準備できるかなっていうふうなプランをしていて、でもそれが実現できないリスクっていうのもあるわけですよね。で、それは正しく認識しておかないと、そこ見やんとこうと思って見なかったですね、実際その時来て、え、足りないやん、じゃあリタイアの伸ばさないといけないっていうのは、それはそれで一つのリスクだと思うので、まあ、一つ認識をしておいてですね、で、まあ、ほとんどの方は今後はですね、長く働いていく時代になっていくと、投資できる期間っていうのも伸びると僕は思っているので、まあ、そうなるとですね、30年近い運用ができることがあればですね、おおよそ目標に達するんじゃないかなと思っているので、一つデータとしてですね、知っておくといいかなと思ったので、今日はこの話をしてみました。もしこの動画が面白かった、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてシェアもお願いします。あと個別相談サービスもやっているので、興味がある方は概要欄にその案内があるので、そちらもご確認ください。最後までご覧いただきありがとうございました。